第3管区海上保安本部羽田特殊救難基地 AS332 からラペリング降下する隊員特殊救難隊とは海上保安庁が特殊な海難に対応するために編成している専門部隊。第3管区海上保安本部の羽田特殊救難基地において6個体で編成されており要請があれば航空機で全国の現場に飛び船舶火災 海上での毒物、劇物の流出、転覆船の捜索、救助やヘリコプターによる救助など高度で、専門的な知識、技術を必要とする特殊海難に対応する。九百七十四年十一月に発生した、LPG タンカー第 10UO 丸と貨物船、パシフィック、アレス号の衝突事故を契機に、東京消防庁の特別救助隊等から、教育、研修を受けて、 特殊救難隊として、1975年10月に創設された。第三管区海上法案本部警備救難部、救難課内であり、当初人員は5名であった。その後、1986年4月には、救難課から独立し、統括組織として、羽田特殊救難基地が設置された。上記の通り、現在では、第三管区海上法案本部の事務所として、 特殊救難基地が設置されており、その例下に6体の特殊救難隊が所属している。羽田空港内の羽田航空基地に隣接した2階建ての建物が基地の所在地になっている。特殊救難基地の組織は指揮官として基地長がおり、次長、専門官、管理係長が置かれ、実動部隊として統括隊長1名のもと、それぞれ6名の隊員からなる。 1> 第1特殊救難隊から第6特殊救難隊の6個隊が編成されている。任期は5から6年であり、隊員は各艦区で行われる、協議会にて優秀な成績を収めた、救難強化巡視船や潜水指定船に乗船している、潜水士から選抜され、約7ヶ月間の新人教育を終えた後、各隊に配属される。隊の能力の均一化を図る目的で、 年に1回、第1隊第6体の隊長及び基地長を交えて、隊員の入れ替えが行われる。各隊に最低1名の救急救命士が配置され、メディカルコントロールにより長時間の搬送が強いられる。養生救急において、特定行為が実施できる体制を整えている。また、隊員は、消防機関における救急標準過程を取得し緊急避難としての、 応急処置を実施するか、民間の2年生救急救命士養成施設である、国際医療福祉専門学校あるいは、小生命科学技術専門学校にて、救急救命士国家試験受験資格を取得している。非常に特殊で危険な任務を負う仕事であるが、隊員には1975年の創設以来一人も、殉職者は出ていないことを誇りにしている。組織上は、 第三管区海上保安本部に属してはいるが、出動管区に限定はなく、通常の各巡視船艇の装備、人員では、対応が難しい特殊な海難が発生した場合、各管区海上保安本部からの出場要請に、基づいて航空機、ヘリコプターなどを乗り継いで、現場海域へ急行する。船舶火災の消火、危険物が流出している現場での救難。 天伏船に潜り込んでの要救助者捜索及び救助、ヘリコプターから降下しての人命救助など、高度で専門的な知識や技能を必要とする特殊海難に対応している。このように広域に出動するため、羽田特殊救難基地と羽田航空基地は、建物は別だが、同じ敷地内にあり、海上保安庁で最大のヘリコプターである、エアバスヘリコプターズ EEC225、 メガヘルツ691和歌は C1 号、メガヘルツ692和歌は C2 号の2機や、ガルフストリーム V、ロージ500海は C1 号、ロージ501海は C2 号の2機の小型ジェット機等が配備されている。現在では、本部隊と機動急難士とで管轄海域を分担することで、北海道の北側と日本海側の一部を除く、日本各地の沿岸にヘリコプターで、 おおむね1時間以内に、救難要員を投入できる体制が整備されている。また、基地の隊員は、国内の海岸救助以外でも、海外で大規模災害が発生した際には、他の管区の機動救難士や潜水士も含めて、国際緊急援助隊救助チームの一員となり、世界中の被災した地域に派遣されることがある。2011年、ニュージーランドで発生したカンタベリー地震の災害に、 最初、クライストチャーチにも派遣されている。海上保安庁は、特殊救難隊の広報活動に力を入れており、同体の活躍を描いた漫画、特急に取材協力している。2006年11月2日放送の、プロフェッショナル仕事の流儀で六体隊長の寺門、吉幸が特集された。ありがとうございます。